はい、喫煙動画を始めていきたいと思います。今回は、今日発売でした、キャメルの、ライトとメンソールライト。ね。どっちも値段が380円ということで、両方買ってきました。俺キャメル好きなんで。はい。両方買ってきました。とりあえず今日は、こちら、6ミリ、のキャメルのライト。ね。を、していきたいと思います。こちらですね、タールが6ミリのニコチンが 0.6 ミリ。で、ショートホープとか、てか、ホープみたいにちっちゃいのかなと思ってたら、普通にレギュラーサイズでしたね。値段は380円で安いんで、かなり安いんで。これは今度から、うまかったら、ね、吸っていく可能性がある。うん。お!なんか、バランスのいい味わいだから、もう何もよくバランス。よくバランスってことか。占い。正代吉。なんで正代吉って。道端で綺麗な花を見つけた。ふと、見たデジタル時計がゾロ目だった。毎日の小さな喜びから大きな幸せを感じよう。そうすればいつも大吉である。これいいこと言ってるな。地味にいいこと言ってる。普通のサイズやな。見た感じ。ああ。普通サイズか。こんな感じです。なんか、ちょっと太巻きのような気はするけど、気のせいかな。じゃあ、吸っていきます。なんか、ホープと同じ太巻きのような気がしてくる。あれ気のせいか。うん。うん。ああ、普通に美味しいですね。うん。JT は世界、なんたらかんたら、6月上旬より、キャメルライトボックスと、キャメルメンソールライトボックスを全国で新発売する。うん。キャメルライトボックスは、キャメルの特徴である、ほのかな夏風の香りをベースに、程よいタバコ感と、吸い応えのあるバランスが取れた味わいをお楽しみいただけます。キャメル、メンソールライトボックスは強いメンソールを特徴としており、タバコの雑味が少ないクリアな味わいをお楽しみいただけます。うん。で、ここに書いてありますね。キャメルのライトボックスはフィルターがプレインフィルターって書いてあります。で、通常サイズの FK サイズだから、まあ普通のサイズなのか。俺の思い違いです。うん。FK サイズ。うん。これで380円だったら安いんじゃないか。へえ。うん。確かにほのかなナッツ香はありますね。うん。ああ、確かに。ナッツっぽいな。キャメルはね、両切りのキャメルがずっと吸いたかったんですけど、もう買えないんだよね。うん。両切りのやつね。まあ、キャメルはあれですね。タバコを輸入すると、結構輸入するさ、いわゆる代行輸入みたいな。あれで結構人気がある。俺の知らないような、日本で売られてないようなやつ。とかあるからね。
ああ、普通にあれだな。万人受けするような味わい。まあ、6ミリなんで。軽いと言われれば軽いんだけど、しっかりキャメルの、味が、しっかり出てるんで。うん。まあ、値段380円なんで、これは、まあ、買いっちゃ買いでしょ。キャメルの、ホワイトとかよか、こっちは美味しいんじゃない？確かに、キャメルって、このナッツ香がするんだな。うん。なんか、ナッツの、ような。確かに、そう言われてみるまで気づかなかったな。このキャメルの独特の、香りって何なんだろうってずっと思ってたんだけど。ナッツですね。うん。これは普通に美味しい。値段も安いんでコスパもいい。四つ星。ご視聴ありがとうございました。